こんにちは、ベンジです。ベヨネッタの続きをやっていきます。今回、チャプター7はやるんですけど、その前に、前回のところで、武器を取りそびれたんで、やっていきましょうと。またコスチュームチェンジをしてね、コスプレおばさんになっていきましょう。どれでいこうかな。サムスも気になるけど、まずピーチ行くか。前リンクやったんだ。多分ピーチとデイジーは一緒だよね。あ、腰にこっちマリオついてる、こっちルイージついてるね。何ができるんだ。クッパが出てくるんだね。よし、行こう。じゃあこのピーチ姫をチラ見せして、あとはレコードを取るところで行きましょうかね。ああ、やっぱ変だけどすごく変だけど、あ、無知に合うかも。よし、じゃあ行きましょう。まずバトルのとこみたいね。うわ、ああ、コインいいね、この音やってくれるのはね、すごく嬉しいわ。間違った。銃今装備してねえのか。セットしてないよ。よし、でほら、クッパの手が出てくる。わあ、ダメ、暗すぎ。いいね、クッパ。あ、これか。違う。あ、コルト。おお、こういう隠し方が。ああ、来た。はあ、わあ、できた。あ、アイススケート。これはいいですよ。今ドゥルガー手につけてんだけど、ドゥルガーの足にアイススケートなんて素敵じゃん、これでね。じゃあクリアします。うわ、クッパの連打だ。ピーチ姫が大股開いたりしちゃダメでしょひどい。うわ、ここもクッパだはい、来ました。天使の歌声かお前も人使いが荒いぜ。まあ俺もちょうど退屈してたところだら。いいやつを頼むよ。してくるからちょっと待ってな。よろしくお願いします。なんだっけ、何のワルツだっけ。どう聞いてもワルツではあるんだけど、いや、ほんとこの服やばい、きつい。最高だぜ。お、マジ？やっぱり向こうの連中は退屈しねえ。根性の入った奴らばかりだからな。オデット。さあ持っていきな。きっと楽しませてくれるぜ。いいね、楽しそう。っていうか歩くの速くなりそうでいい。これもこれ多分足専用だろうね。形的に。ハーブは使ってから入ればよかったな。まあこれがちょっと気になるけど、まあいいや。普通のカラスでも攻撃できるってことに気づきました。なんかね、羽を飛ばして攻撃できる。こういう感じです。さてと、ここにこうでしょう。あ、見て、大きいの使って買えばいいんだ。ちょっと後で買うのに。あ、いいね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 。クッパもちゃんとさ、この凍ってるやつ出すと、熱いやつ出すと手赤くなるし、これでやるとしびれてる感じになるし、こうなるし、こうなるといいね。じゃあ買い物してクリアします。はい、クリアしました。結構不甲斐ない結果で、1回目シルバーだったかな。だからそうだね、じゃあ更新しない方がいいね。さあ、ここにかかってんだよ、ブルーなんとか。もう使っちゃったからね、今ので。おうおう、あ、それは無理だわ。よし、ゆっくり行こう。あわお、あわお、こねえだ。よしよし、あら、ああ、遠いやつが下手だ。ああ、でも結構高得点かも。78ならいいでしょう。ブルーウィッチハート絶対必要。まあ魔力はね、そんな困ったことないから。メガはここで取るの、ああ、っていうか取れねえわ。これもったいないんだけど、まあいいか。待って、金にしたらいくらだっけ？ 2000 円とかじゃなかった？これ。うん。金にした方がいいな。3つ持ってる状態だったら、あれ、あそこで取った方がいいんだけど、今2つしか持ってない状態だから、金で買った方が安い。金では3つまで持てるから、あれ。いや、なんかリボンが竜巻で上に上がってたのがちょっと可愛かった。よし、服も戻したし、行きますか。資源徳節制。ってことはまたボスバトルか？うわっ、かっこいいね、剣みたいに。すごい、動じない。車が飛んできたくらいじゃん。聞いたことあんの？でかくね？あ、こいつか。いたね、そういえば。前回だったっけ？アウディティオ、テンパランチア。私、いつの間にこんなに有名になったのかしら。本当だよ。何で割っとんねん。どこを歩いていてもみんな私の気を引こうとしてちょっかい出してくるのよ。ちなみにサインが欲しかったらマネージャーを通してくれる？礎としておしゃべりはもうおしまいかしら。もったいつけてないで早く遊びましょう。あんただってそのつもりなんでしょ。ああ、話の続きは腕枕でもしながらゆっくり聞かせて。グルが会いに行ってたわ。あ、またこれあれだね、いつでも出せるもんね。いたたたた。あ、飛ぶ。ああ、危なかったね、暑いから。いたいたいた。ウィッチタイム発動しねえ。雷来るぞ。よしすげえ遠くから攻撃できるんだよ。痛い痛い痛い。よいしょ。あ、ジャンプジャンプどこ行きゃいいの。あいつのとこ、あ、ここでいいのか。よし。ああ、なんか壊したけど。おい、ちょっと。おーっと。ああ。ダイナミック。そこもうやってんだよ。おっと危ない。これ攻撃できるんじゃない。おおおお、よいしょよいしょよいしょ。どこまで、どこ行けばいいの。こっち、ここだ。ぶっ壊せー。クライマックスクライマックス。よし、クラムチャウダー。今度は誰がやってる。ええ、いっぱいいる。え、おわ、子息をもぐきだ。ああ、これで1本ずつ燃えていくと。次は左手だな。それで掴んじゃったらもう攻撃できないじゃん、お前。バカね。うわ、いた。やーろう。どうすればいいの。飛んでみる。え、無限に落ちるけど。ああ、戻った。バカね。あ、目から攻撃できるのか。ウィッチタイムなんで発動しないの。来るぞ。これでどこ行きゃいいのかが分かんねえね。あいつに乗るのか。え、分からん分からん。いいよ、クライマックスで乗ればいい。あ、もう、あ、まだか。最終ゲージまでは来てない。危ない、よし回避、オッケー、クライマックスいくでー、いた、こっちだ、ここだ、なれ、危ない、はい、クラッツ、オッケー、クラムチャウダー、でももいでやりますよと。あ、パンチ、腹パン入れた腹パン入れてから腕もぎ、かわいそう、あんま変ねえんだなあ。なんか腰あたりにもあったな、なんか守られてくる、あ、顔が守られてる、これか、腰あたりにあるって自分で言ってたのにね、なんだ今の、いた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 、壊したか、壊した。あとは背中、これだ、はい、肺になれ、よし、あとどこだ、見えねえ、顔か、あ、ここだ、なんだこれ、なんかあれだな、ゲームじゃなくてコントローラーがどうとか書いてたね。ああ、これでなんだ、コントローラーなんか変なのかな。わあ、顔伸びた、おお、どうせその頭だ、うん、よし完璧、よし、なんだそれ、やべえ、ちょっと回復させて、おっきいの使っちゃおう、おう、え、食らった、あ、回避連打、ああ、これ食らうな、うわ、お、何それ、口からなんか出したぞ、いや全然弱点攻撃できなかった、よし、よしゲロ吐いた、こっちからじゃ無理なんだよな、まあ、当たってるからいいか、うん、何それ、それ知らない、あ、来た、ここだけなぜかウィッチタイムが出る、よいしょ、うん、あれ目から対抗戦、よけろ、よし、よけろ、よし、ウィッチタイム、クライマックス、クラムチャウダー、来い、腹パン決めてやれ、また腹どころじゃねえいけ、ああ、顔がかわいそう、ボコボコになったよ、あ、嵐がやんだ。何見つけた？あっ！逃げようとしてる。かわいい。それじゃあこのおもちゃもお返しするわ。うわはタンクローリーおまけ付きで返してやったね。おっ、あはは油まいてる。ほんと素晴らしいよやつとは。え？うわー、かっこいい。あら、消えちゃったよ。ふう。はは。いいねー。あ、魔界にご招待。新ジュベレウスに栄光ある。あ、まだいたよ。それでね。バカね。話の続きを聞くのを忘れてた。赤い方。お、助かったね。ああ、かわいい。ジュアンヌじゃん。シルバーか。まあいいとしましょう。シューティングゲームの弾は少ないな。やろう。40点は取るからね。ああ、失敗。あ、何やってんの。よしよしよし、ピヨピヨ来ない。やばい。ああ、嘘。あの普通の天使でよかったのよ。ああ。やばい。ブルーイチハートないと、次に響く。どっかの面で稼いでこようかな。次回までに。今回はここまでにするとして、次回までにどっかで、ちょっとブルーウィッチハートを稼いでくるかな。あれもう必須アイテムだからな。ルート666だって。はい、というわけで今日はこれまでにします。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。動画は毎日アップロードしています。チャンネル登録は左上のアイコンまたは画面下のチャンネル登録ボタンからお願いします。このゲームの再生リストは右上のサムネイルから飛ぶことができます。チャンネルページでは他にやったゲームがまとめてありますので、よかったら見てください。ではまた明日。